最近は毎日暑い日々が続いております。これだけ暑いと肌の皮脂もたくさん分泌されるので、正しい洗顔を毎日毎日行うことが大事ですね。あとはやはり適度な運動でしょうか。毎日20分ぐらい歩くと新陳代謝も良くなって、生活習慣病も予防できます。そして何よりも大切なのは、安眠できる熟睡した、寝ることですね。寝るとやはりお肌が回復しますので、この洗顔、運動、睡眠をよくとって、この暑い真夏の毎日を乗り切りましょう。そしてまた秋と冬が訪れることを私は待ち望んでおります。それでは皆さん、ありがとうございました。最近は毎日暑い日々が続いております。これだけ暑いと肌の皮脂もたくさん分泌されるので、正しい洗顔を毎日毎日行うことが大事ですね。あとはやはり適度な運動でしょうか。毎日20分ぐらい歩くと新陳代謝も良くなって、生活習慣病も予防できます。そして何よりも大切なのは、安眠できる熟睡した、寝ることですね。寝るとやはりお肌が回復しますので、この洗顔、運動、睡眠をよくとって、この暑い真夏の毎日を乗り切りましょう。そしてまた秋と